ビルスリーガはラトビアのサッカートップリーグである。1992年に開幕した。リーグ戦の開催期間は通常4月から11月まで。2012年現在、10チームによる前期と後期それぞれ2回総当たり制で合計36試合を行った後、最下位のチームは2部リーグに当たる1、リーガの2位と入れ替え戦を行う。2008年シーズンの開始時。 ビルスリーガの所属チームが2チーム増え、2007年シーズン時の8チームから10チームに増加した。これに伴い、2部からの昇格チームが2チーム、自動昇格したため、ビルスリーグの7位チームと1、リーガリーグの2位チームによる入れ替え戦は行われなかった。昇格、降格については、リールゲーションラウンドの再開チームが1、リーガへ、自動降格。 3位チームが1、リーガの2位と入れ替え戦を戦うこととなる。BFC ダウガフピルス FK イエルガバ FK リエパーヤ、FS メッタ、ラトビアスーニベルシターテ FK、RFS リガ FCFK スパルタクスユールマラ、FK ベンツピルス2016ビルスリーガ所属クラブの所在地ラトビアで、最初の国内リーグは1927年に始まり1944年まで続いた。 1945年から1991年までは、ソ連における他の共和国と同様、地域リーグの一つに再編されていた。この間にソ連トップリーグに昇格した経験がある。ラトビアのクラブは、合計7シーズン在籍した FK ダウマバ,バリが、だけだった。ありがとうございます。